新たな感染症の危機に備え、政府の対応を強化する新型コロナ対策の特措法改正案などが衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。この改正案は、政府の感染症対応の司令塔となる内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に新たに設置するほか、国の感染症対応のリーダーシップを強化するため、 感染拡大の初期段階から、各省各省庁や都道府県知事に対して総理大臣が支持権を発動できるようにします。改正案は今の国会で成立する見通しで、政府は秋にも内閣感染症危機管理統括庁を発足させる方針です。